ガブリエラ・ブラガギ・ギマラエスは、ブラジルのバレーボール選手。愛称はガビ。ポジションは、ウィング・スパイカー。ブラジル代表。1994年、ブラジル・ベローリゾンテ出身。2010年、ユースのブラジル代表として、同年のユース、南米選手権で優勝に貢献し、自身も、MVP とベストスパイカー賞を受賞した。 2011年8月のユース世界選手権でベストスコアラー賞を受賞した。2012年シニアのブラジル代表に初選出される。同年6月のワールドグランプリのポーランドラウンドで代表デビューした。2013年世代交代を推進した代表の新たなエースに抜擢され、同年8月の FIVB ワールドグランプリでレギュラーとして活躍し優勝を果たした。 現在は、ブラジルスーパーリーグのレクソーナーデスに所属し、世界クラブ選手権などに出場した。2014年、世界選手権で3大大会初出場を果たし、銅メダルを獲得した。2015年、南米選手権で優勝に大きく貢献し、自身も MVP とベストアウトサイドヒッター賞を受賞した。2016年のリオゴリンに出場した。 2017年のグラチャンで銀メダルを獲得した。2019年ネーションズリーグでベストアウトサイドヒッター賞を受賞した。2021年開催の東京2020オリンピックでは銀メダルを獲得した。ありがとうございます。